今、リリーちゃんはどこ行ってるんですか？今、リリーはですね、なんと、卒業旅行パート2っていうことで、ギリシャに行っています。グリースですね。そうなんですよ。皆さん、ギリシャのことグリースって言うんですよ。知ってました？一言、うん、ジョン55からのハッピーライフ。リリーも一緒にどうってご招待してもらったんですね。私たちもね、本当は行けたんだよね。これが大変だったんだねえ。簡単に言いますと、しかも今航空チケットすごい高いんですよ。そうなんです。びっくりですね。80万とかだったね。そう、中国だけだと思ってたのね。最近までちょっとロックダウンしてて解禁したと思ったら、なんかエコノミーチケットが200万だとか300万だとかって中国人のお友達が言ってて、もう笑ってたんだけど、もう中国だけじゃないんだなって思っちゃって、もうびっくりですよ。卒業旅行パート1で、卒業式終わったらもう学校のみんなと一緒にビーチに行ってたわけですよ。それを彼女はギリシャに行くからって自分だけ早く帰ってきたわけです、わざわざね。ボーイフレンドも一緒に、学校のね、みんなとかと一緒に行ってた旅行を早く切り上げてギリシャに行くのに、僕されてないみたいになって、もう慌ててアメックスに、なんでって言ったら、いやちょっとよくわかりませんがみたいな感じで、よくわからないその理由はいいけど、早くとにかく明日も娘はギリシャに行かなきゃいけないから、もう取り直してくれと言ったわけですよ。でそっからもう私のバトルが始まって、もうね、本当はもうちょっと早くに気がついてたらよかったんだけど、向こうも手違いだった なんかのよくわかんないけど、今それ調べてる途中みたいなんですけど、ほんでまあ取ってくれて、まあね、本当はアメリカンエアラインで行く予定だったのがデルタになってっていう、まあその辺はねちょっといろいろあったんですけど、まあとりあえず取ってもらえたわけですよ。そしたらその日のデルタのあれがまず3回ぐらいディレイして、で最終的にはキャンセルになって、それでえって言って、それでまたアメックスに慌てて電話して、でまた取り直して次の日にまた、そう、要するに要はね、うん、出発する日の本来ね、取れてたらちゃんと取れたら出発する日の次の日になっちゃったんですよ、うん、で次の日にまたね、まあ、デルタで取れたということで、まあじゃあ送ってくよって言って、家族でね、俺と一言、ね、リリちゃんで、行ったわけです。1時半ぐらいの飛行機で、まあ早めに10時半ぐらいに入るって言って、うん、ゲート入っていった時に、入る前にね、一緒に入りたいって言ったんでね。そう、時間があるから、うん、ちょっと娘一人だとあれだからっていうことで、そしたら、ダメです。もう彼女は18歳になってるから、3日ぐらい前に18歳になったばっかなんですよ。なんだけど、もう18歳だからもうダメですと。アメリカ18歳って日本の20歳と一緒なんで、うん、えー、つって言って、で、まあ、しょうがないと。じゃあ行ってらっしゃいって見送ったわけですよ。そしたら飛行機がね、遅れてると。そう、ゲートに行って、もう飛び立つかなっていう頃になったら、いきなり1時間ぐらい、なんか、遅れるとか。遅れてるんだってって言って、言われて、あ、そうなんだって、じゃあ待ってるしかないね。うん。それでその時にとりあえずちょっと心配だったから、デルタのカウンターに行ったのね。そしたら、あら、あなたゲート行けばよかったじゃないって言われたわけよ。え、18歳の子供についていくのって結構嫌味っぽく言われて、だからやめたのとかって言ったら、え、大丈夫よ、私が出してあげるわみたいな感じで言ったんだけど、結局はやっぱり最初に言った人が正しくて、まあデルタでは18歳以上の人はまあ基本的には出さないとかって言ってて、うん、でもとかって言ってたんだけど、こっちの方でそういう会話を聞いてたもう係の人が、そんなの出してあげなさいよとかって言って、それでまあ出してくれたわけですよ。でも、その出すのは一人しかダメって言われて、で、え、お父さんもいるんだけど、とかって言ったら、うん、待っててもらって、とかって言って、で、しょうがないからね。そう、じゃあ分かったね。じゃあ、君入って、うん、俺は、じゃあ、駐車場でね、また駐車場が、空港すごい混んでて、うん、なかなか止められなかったんですよ。そう。で、しかもその日暑かったんだよね。すごい暑かったんです。で、やっとぐるぐる回ったら、あ、いざ出たと思って、空いたスペース、駐車場のね、駐車スペースって広いじゃないですか。
ね。なのには、どこも開いてないんですよ。うん、で、ってくるくる回ってやっと開いたから、うん、ラッキーと思って、うん、そこ入れたんですよ。で、地下のね、駐車場に。結構暗かったんだよね。暗いところに。ね。で、そしたら、で、そこの駐車場で待ってるよって。ね。で、終わったら電話して、なんて言ってて、ただもう、電話っていうかメールが来るのは、1時間また遅れました。え？あ、そう。じゃあ、しょうがないね。で、また1時間遅れました。もうそれ、延々繰り返すわけですよ。ね。まあ結論から言いますけど、1時半の飛行機が、結局出たのですよ。飛び立ったのが、夜の23時です。そうなの。あの、アトランタからギリシャに行く飛行機は5時半だったわけよ。そう。だからそれに乗り遅れちゃって、もう、あ、じゃあダメじゃんってなった時に、じゃあどうするっていう風になってたんだけど、要するにコネクティングフライトは、遅れたのはデルタの責任だから、それは何とかしてくれるからっていうことで、まあ普通ね、そうなんだけど、ここまで待ったんだし、もうアトランタに行こうっていう風になって、で、アトランタに着いたら、まあ多分国際線はもうないから、で、遅れた段階でもうデルタに、あの、カスタマーサービスに電話して、もうで、カクカクシカジカだからって言って、リスケジュールをしてくださいって言われて、それでリスケジュールしたんだけど、そのアトランタからギリシャに行く飛行機は、今日のこの5時半の飛行機がなかったら週末だから金曜日だったんだけど、もう日曜日までないっていうわけ。だから、って思ったんだけど、まあそれでもうしょうがないじゃん。それするしか。だから、じゃあ分かった日曜日の、じゃあそれもう、じゃあスケジュール組んでくださいって言って、それでそれを抑えたのね。でもそしたら、じゃあ日曜日までアトランタにいなきゃいけないってことになって、で、娘一人でアトランタに、そんな2日間もさ、滞在させるのちょっとどうかなって、私はまあちょっと過保護かもしれないけど、やっぱり思ったわけですよ。アトランタってね、大都会だし、そう話をしてるときに、いや娘一人でそんななんちゃらかんちゃらとかって言ってたら、マミディランがいるから、ディランが来てくれるとかって言ってるわけ。たまたま、これたまたまなんですよ。そう、たまたま、あの次男の大学生のね、うん、ディラン君が普段ヒューストンに住んでるんです。そう。テキサス。それが、ね、たまたま夏のインターンシップで、そう。アトランタの会社に、そう。行ってたんです。今ちょうどいる時だったんです。そうなんです。そうで、そういう風に言ってディランが、今、ディランと電話中で、ディラン、あの、ここまで来てくれるって言ってるし、とかなんか言ってるから、で、え？と思って、あ、そうだ、ディランがいたんだ。で、それだったらまだ話はね、別だし、もう行っちゃった方がいい。とはいえね、でもね、これね、たまたまなんですよ。そう、でもちょっと無責任だな。だってこれ、ディラン普通、本来ならいませんから、アトランタに。うん。ということは、リリーが一人でね、うん、だからアトランタに着いたら夜中の1時ぐらいですから。うん。それで、ね、ホテルが、ね、うん、泊まれなかったんですよ。結局、撮ってるとか言って泊まれないんですよ。そう。で、その着いたら、デルタがホテルも用意してくれるし、お金も払ってくれるから大丈夫だっていうふうに言ってくれてたから、まあ、1時とかに着いたら、いや、ないから。でもその代わりあなたが自分で探して、ホテルね、宿泊予約しとったら、そのお金はデルタが、払うから言ってちょうだいみたいなことを言われて、もう突き放された。もうでもびっくりしちゃって、ね、そう。それでもう1時ぐらいなのにさ、私もまたアメックスに出まして、かくしかし、こんな風に出れたら言って、もうひどい、なんとかなんとかとかって言ったら、アメックスの人も、ひどいですね、それはお待ちくださいとかって言って、もう慌ててやって、取ってくれたのね。で、ああ、じゃあ、でも今日はないですと。ただ、その次の日のはあるから、まあ、ここで、どうぞって言って、取ってくれて、まあ、じゃあ、ディランにも電話して、今日はもう本当ないから、じゃあ、ディランのところに泊めてくれるって言って。で、まあね、ありがたいことに、ディランはすごいゴージャスなアパートを会社から当てがわれて、もうなんか、いいよとかって、まあ、別にそれは問題ないよとかって言ってくれたからよかったんだけど、それで、でも私はちょっとなんかそのホテルね、心配だったから、次の日、早く、電話をかけて、カクカクシカシカで、アメックスが取ってくれたんだけど、娘が泊まるので、予約取れてますかっていうふうに、電話かけたら、実は、結局、18歳でしょ、娘は。21歳以下は、一人で泊まれないっていうホテルの規約があって、
それもひどいなって思ったんだけど、なんか空港会社によってもね、いろいろ子供、マイナーな未成年の子供は、なんか何歳以下は一人で旅行できないとか、いろいろその空港会社によってもいろいろあるんだけど、でもさすがに18歳となると一人では旅行できるんだけどさ、でもそうだったら、その空港の近くにあるホテルなんだから、やっぱりこういうことがあるからさ、ねえ、そういう緊急事態のために、そういうのも OK っていうふうにしといてくれればいいのに、それさえもできてなくって、なんか全然そういう、なんていうの、提携がなってなくてさ。でもね、ディランもそういうことがあったの。ディランもね、16歳ぐらいの時に、サウスウェストかなんか乗って、その時はね、ホテル泊まったんだよね、一人で。だからそれ全然平気だったんだけど、まだが空港会社によって違うかな。だから空港会社はちゃんとさ、説明して、お願いしますって、うん、ホテル側に言っといてくれれば、ね、ジャセだな、16歳だな、関係ないわけじゃん。そう。そのぐらいのことお前らのミスなんだからやれと。うん。もう裁判準備してるようなもん。その前の日にキャンセルになったのは、人手不足って言ってたから、ああ、じゃあやっぱコロナの影響でなんだかんだアメリカも、コロナの、ちょっとね、影響もだんだんなくなってきてると思いつつも、やっぱり実際はそういうところで影響出てるんだなと思ってたんだけど、今週って、その週ってすごい暑かったんですよ。もう、ヒートウェーブの警告が。いろいろ出てて、できるだけ家にいましょうみたいなことがあってね。みんな暑いから、働くの嫌で人手不足なんじゃないのとか。ウクライナとロシアの戦争で、うん、要はガソリンが高騰してるでしょ。あ、まあ、それもあるし。これが一番の原因なの。うん、要するに、出ていくお金を抑えなきゃいけないわけよ。旅行会社は。だからそれをやってるだけの話よ。絶対に。うん、要は一番影響してるのは何て、コロナでも何でもない。まあそんなこんなで結局アメックスがいろいろね、そのスケジュール取り直してくれたとかなんだとか言っても、結局は取り直しってなってるから、またお金も、もう今5000ドル近くチャージされてるんです。だからもうこれはね、本当に裁判沙汰です。もうすごいよね。それで、だからね、もうまだちょっと旅行終わって、全部落ち着いてからまとめて訴えてやろうかな。帰りもまた何かあるかもしれないからさ。そう。まあそうやってやって、ね、まあとりあえず、今そんなことがあって、まあなんとかね、今度ギリシャからアテネまで行って、アテネから今度またね、アナスタシアの、ちっちゃいね、そうそうそう、お父さんの故郷っていうのはなんか小さな島なんですよ。何、ギリシャっていうよりトルコなんですよ。うん、イスタンブールの方に近いみたいなね、すごい素敵なところで、もう。中ですごい田舎、うん、のんびりした、ああ、ギリシャの田舎って感じ。My God! Excuse me? Excuse me? What? Should we get out? まあでも今のところはもうすごい、もうすごい来てよかったとかって言ってて、どうもありがとうマミーって言ってくれてるから、ああよかったねって言って。私はそういう飛行機のね、こと、チケットのことでもすごいストレス。あってもうすごい心配、まずは行けるかどうかっていうのがまずあったし、もうリリーが一人で大丈夫か、アトランタで大丈夫かとか、でもアトランタでももうディランがすごいよくしてくれて、ディランのアパートもすごい素敵だったし、アトランタに来れてよかったってもう言ってたぐらいだから、もうそれもよかったし、まあ結局は今のところはよくて、そっちのストレスの方はまああとはアメックスなんかとね、お金の交渉すれば済むだけっていう感じなんで、まあ良かったんですけど、